な私、うまいジョークも言えないあなた、二人暮らしてどうなるものでもないけど、一人よりマシなんだ。背中と背中で持たれたって、あなたの鼓動が伝わるだけで安心していた。なんとなく終わってしまった。突然に机の上に置き手紙、元気で暮らせと殴る見てれば、おかしな二人がお互い気づかずに愛してた。いつかはあなたが出て行くかもと心のどこかで恐れていたわ。無理してはしゃいでいたけれど、私。